はい、それでは、間違えた。続き、やっていきたいと思います。前回ですね、オーローをやっつけてしまいました。今回はですね、この、しょぼい軍団を、少しでもパワーアップさせて、で、次の流用軍をですね、攻め入るようにやりたいなと。出ます。ちょっと100は配りすぎたかな、これは。まあいっか。それでは施しましょう。とにかく民衆忠誠度低いからですね。優秀力52、多いのか少ないのか分かんないですけどね。ちょっと早めに、お、やる気出してる。いけいけ、ほらやった。57、3月の末、来月、これで、住民反乱起こらないといいですけどね。お、米買える。米いくらだそうは、7。よっしゃ、これは買いますよ。よっしゃ、こいつにやらせよう。俺行け、よっしゃ、やった、よくやった。とりあえず、施しやっておきましょう。愚本にやらせよ。74、やった。これで忠誠度は安泰。兵士数は5が圧倒的に多いですね。ちょっと移動しましょう。ちょっと資本この5に集中させましょう。やっぱですね、兵糧もちょっと持っていって、兵士も全部連れていこう。はい、移動します。わー、しまったな。まあ、ちょっとね、愚本には何か人事創作とかやらせればいいのかな。金100、どう、64、うわ、進まねー。あまりにもしょっぱすぎるこの街並みですね。褒美を与えます。集金。ちょっと。やった、100になった。売れピー。はい、じゃあ、今度のターンはこれお休みと。お休みします。なかなかですね、この序盤のね、立ち回り。これで、ほぼ、クリアできるかどうかっていうのが、分かっちゃうと。いうもんなので、大事ですよね。へーって感じです。さあ、反乱起こりま。おい、セーフ。オッケーです。これで一山はね、ちょっと乗り越えましたね。あとは、玄白虎様がですね、たくさんの兵士を徴兵して、どうせ士気も低いからですね。はい、もう諦めます。少ない式で。ああ、もう少ない。はいはい。施しを与えましょう。誰かやる気出さんかな。ね、やる気出してほしいですよね。これも、いい加減。ちょっと愚本を居残りさせたのも間違いだったかな。ね、かといって玄白虎様を、そんな山奥に閉じ込めるのも、やっぱね、良くないですよね、やっぱり。きっと、銀白子様で攻めたい気がする。誰もやる気出さないの？もう、くそ、無駄な行動やったな。いや、もう残しましょう。残しましょう。はい。62。もう一声ですね。まあね、米いっぱいあるから。57。もう二声。だけど、徴兵します。やっぱ兵士が必要なんだよ。かあ、48。やった、100。100でございますよ。やったね。やっぱね。
100か110じゃないかって言ったら100の方がいいですもんね。当たり前ですけど。米会7、買っとった方がいいんちゃいますこれ。金は別にいいでしょ、まだ5000ぐらい買い増しで、増し増しです。よし、次こちら、OB 与えてちょっと64、ちょっと30ぐらいでどうなの。65、1しか上がんなかった。ひえ、これはひどい。創作させてみますか。グホンに、あ、優秀だよねこいつ。どこだろう、この辺でね。あ、うまいこと士官を断らずに仲間になってくれるといいんですけどね。もうありか、人は少ないから早い。何も喋ることはございません。しばらくてんてんてんみたいな。実はいろいろと動画撮影についてですね、試行錯誤をしている時期でございます。もういろいろ回って結果このスタイルにまた戻ってきたというところなのでございます。まあ、しょうがないんですよ、この何が最適解なんて分かんないじゃないですかね。いや、もういろいろ調べそうですよ。なんかもうものすごいこうお金をかけるような、なんかね、やっぱり動画実況には高級マイクだみたいなこと言ってるのもあるんですけど、別に私が持っているやつ、使ってるやつはですね、そんな安物でもないんですけどね。なんか設定があるんでしょうね。そのあたりちょっと私、全然触ってないので、持ち腐れなのかもしれないですね。そこいけないなと思いながら、反省はしません。はい。褒美にも与えとくか。間に金30100、やったねー、おめでたまし。こちら褒美を与える、裏切られるとね。30ダメ、40だったらどうなの。67、2上がったっすね。ちょっとね、時間をかけて行きましょう。はい、おやすみ。序盤はすぐターンエンドしちゃうからですね。まあサクサク進むっちゃ進むんですけど、よそのね、行動をぼーっと見ている時間が長いみたいな。三国志って人のやってる時、一体いつも 何考えてるんだろうって気がしますよね。これこの表示ってぶっちゃけ一瞬でいいっすもんね。まあこれも考えてるんでしょうね。考えてるふりなのかもしれませんけど、この辺は光栄はよくわかんないっす。それにしても番が回ってこない、順番が回ってこない。なんだなんだ、お、一つは現役、はあはあ。で、どうなったの？お、そうそう、わかった。そうそう、わかったか。これは、勢力拡大しますな、曹操軍が。私も早く中原に出ていきたいです。音楽も変わってほしいです。本当に。施し与えます。もうね、相手はあれですよ、なんだっけ、強いやつ、太子寺、太子寺やからですね。
太子寺を相手にするからやっぱ兵士の数数だけでは負けちゃいかんからですね。徴兵しまくりですよ。徴兵します。ほらもうすぐ200いきますよ。素晴らしい。この兵士の数が増えていくのです。お、やる気いいね。やる気出した。素晴らしい。いつもやる気出してほしい。これ欲しいな。買えるかな。お、9。もうこれは買っとくしかないでしょ。ひょえー、来た。米大好きです。その代わりちょっと金がなくなりましたけどね。まあいいですよ。当主にじゃあ40上げましょう。69。地道2ずつ上がっていくね。えマックスになるのはいつのことやら。さあ7月になりました。疫病が広がりますね。いやー疫病かね、大変なことですね。疫病も。お、馬頭となんだっけ、曹操が戦うのかな。これは勝手にやってくれって感じやけど。同盟を結んだ。そう、お好きなシャーってって感じ。剣伯公、え、全く、ほんとあれですね、全く何の成果も得られなかったっていうことですか。もうちょっとね、数字が高かったら、高くなったら前に持っていってさせてあげてもいいんですけど、どうしようかな。とかこの辺でいいキャラがゲットしたいんですけど、適当に選んだんでわかんないんですけどね。もうみんな100になったんだっけ、この人たちは。100ですね。失礼。じゃあどうしますか。194。94ね。ここでね、また劉備がね狙ってくるから。前回だったゴーローでやった時、ここの劉備同盟組んでたけど攻めてきたからですね。今回はやられないようにですね、ちょっと徴兵もう一回しておきましょう。もう私は、あ、まあいいや、しまった。ちょっとミスった。人生ミス。さあ、オーローにと米配りをさせたかったけど、しょうがない。施します。ミスター施しマンですね、本当に。民衆中精度が60か。お、またやる気になったこいつ。すごいね。集中制度は今回までみんなで力を合わせてあげましょう。で次からはもうみんなで力を合わせて、今度は、訓練をさせたいと思います。どうしよっかな。いっか、まあ、裏切られた時は裏切られた時ということで、当主を移動させましょう。で、みんなで訓練と。まあ、訓練をみんなでさせるというのがいいっすもんね。まあ、兵士数だけはね、200いったから、まあ、劉陽はしばらくは攻めてこないだろうという、この、楽観的観測的な。はい。褒美を与えます。金40でちゃんと上がるかな。1しか上がんなかった。魅力不足。やっちまったな。まあここはもうしょうがないですね。それでもやっぱり人数が欲しい。
月ぐらいみっちり訓練してください。じゃあそういうことで終わりです。もう4ヶ月やることがなくなりましたね。まあもしかしたらね、誰かが在野武将が訪ねてくるかもしれないんでしょうけど、まあその時はその時ですよ。まあ来ないっすよね、こっち側の隅っこには。いやー隅っこだ。この前までなんだっけ、先週か三国志13をやってましたけど、なんかこう地図が違うからなんか微妙にね、ちょっと勝手が違うというか、なんていうか、やっぱこっちの方がなんか慣れてる感がありますね。はい。40じゃダメだったら50だったらいいのかな。74が2上がった。50か、50上げればいいんですね。はいはい、上げますよ、いくらでもどうぞ。ん、あ、失礼。はい、休みます。まあ金使いますね。しかし金は使うし、兵士は増えないし、入ったもんっすわ、こら。ずっと内政ですよね、これ。さっきチラッと見ましたけど、兵士のあの訓練度とかの上がりが全然低いですね。これ困るなぁ。これ長時間かかりそう。だから、下手に家計とか使いたくないですよね。逆風吹いて。ねぇ。ホーソンさん。いや、負けたか、ホーソンさんが。おろ。炎章は負けた。炎章は負けちゃいましたよ。これもしかして、コウソンさん逆転の目があるのかな、もしかして。それだったらそれで面白いですけどね。はい。剣閣庫。お、移転の剣が見つかりました。へぇ。移転の剣。それよかった。褒美を与えます。金50を与えるでござる。ピッ76。もっと頑張れって感じ。はい、終わり。何もできないからですね、こんな見てても。誰かうちに来ないかな。お願いします。あ、何も言われない。全然訓練動画の見ない。厳しいっすね、現実は。厳しい。50、78、あとちょっとで80。ようやく80。これ1年ぐらい訓練しないと数字が増えないんじゃないかな。訓練動画のなんですかね、こう計算式とかあるんでしょうけどね。まあ多分数が多ければ多いほど数字は伸びるっていう計算式だと思いますけどね。あと能力、まあ、能力が低いからでしょうね。それを考えるとこの創作がうまくいかないのがすごく残念です。誰か連れてこないかな。誰もこう、うちに同盟しませんかの声かけてこないんですけど、なんすかね、このコンピューター同士の何、なんていうか、なれ合い、じゃれ合いね、本当に。けしからんですかね。お、終わった。終わったぞ。あまり上がってません。20ぐらい上がった。20ぐらい上がりましたね。まだまだ訓練が足りないと。
精度80になった。よかった。じゃあ、また訓練開始ですね。訓練。また4ヶ月ほど。5ヶ月でもいいかな。よそ様は、どうなんでしょうね。まあ、あとはもう疫病と、三越族が攻めてこないことを心から祈るばかりですね。あ、戻ってきた。おめおめと、おーわー出た出た。チャンスを逃した。誰だろう誰なんだろうか。ちなみに、ちょっと見てみようか。誰が来ているのか、うちに。探牛。あ、でも武力80だよ。優秀。優秀だ。もう、家計も使えるし。そう考えると、非常に優秀な人材が。我々の、この、原白虎軍団に、加入するかもしれなかったのに。もしかしたらね、次のターンで、また仲間に入れてけろって言ってくるかもしれないですもんね。もう一回こっち、捜索、頼むでよ。はい、終了。なかなか、進みまへんな。繋がらないって感じ。あ、違う、こう自分はやってるから別に何とも思わないんですけど、ね、この動画を見てる人はみんなどう思ってるんでしょうね。じゃあこの僕コンピューターがペッコペッコしてるとこばっか見てますよね。あ、ザイヤがいなくなった。探幽どこ行っちゃったんだろう。どうしようもないんですけど、探幽さん。え、こっち行ったんかな、探幽。あ、探幽、こっち来い。なんかね、仲間にしてって、うち言ってこないかな。84。じゃあ100与えたら、ね、もっと上がるのかなっていう気がしますけど、どうなんでしょうね。ん？できませんよね。はい。わかってますよ、そんなの。はい。わかってます、わかってます。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、はい。悪いと思ってます。悪いと思ってないでしょ。ごめんと謝ればいいと思ってるでしょうって言われそうなごめんの言い方だったんですけどね。え、大丈夫です。孫策と演術が同盟した。史実にあったような、なかったような、なかったようなって感じですかね。この、三国志法では歴史イベントって、なんかあんのかな？皇帝の即位するやつだけしか僕知らないですけどね。まあ、なきゃないで全然。おー！来た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 ！人が増えた！嬉しいよ。嬉しいな。じゃあ試験的に金を100与えてみましょう。87。あ、3上がった。じゃあ効率悪いっすね。やっぱ100じゃダメだ。褒美与えましょう。褒美。守礼に。194。よっしゃ、もう次のターンで、一緒。移動させましょう。守礼を。1000。持っていかせよ。兵糧も2000。移動。はい。おやすみ。探幽仲間にならないかな、本当に。一人でも数が多い方がいいんです。
清き一票みたいな。優秀なキャラが仲間にならないかな。仲間にしてきくださいって言ってこないかな。期待してるよ。めちゃくちゃ期待してる。さあ来い。どすこいどすこい。住民反乱にはほど遠いぜ。順番回ってこないです。さあ来た。さあ来い。仲間にしてくだ。ってこないな。お、ザイヤ二人もいるよ。二人もいるの？なんてすごいんだ。なのに、誰タイミングと、陸石。お、こいつもまあまあ優秀じゃないですか。なんといっても、在野、人材が使えるっていうのはいいですね。まあ、種類は、東洋ってできないですよね。え？できないですよね。はい、わかりました。褒美与えましょう。守礼投手この2人50でいいっしょ。はい、ピーンと。終わり。何もできないっすね、基本。まあ、守礼で何かできるのかもしれないんでしょうけど、まあ別に何もできないですね、確かね、能力的に。どうしようかな、次は。まあ、訓練をね、高めて、そろそろ仲間にしてください、お願いします、言ってこないかな。二人ともポンポーンと、この、王老様を、縁に住み込みました。お、演術は迎撃。さあ、どうなる？どうなるんだ？あら、曹操が負けた。こう。まあ、うまいことね。潰し合ってくださいよ、本当に。仲間になって。上。さあ、在野武将は一人に減ってる。でもいい、一人でもいいっすよ。絶対仲間にする。単優か。いいよいいよ。さあお願いします。仲間になあれ、仲間になあれ。さあ来い、さあ来い、さあ来い。ういー、残念です。大丈夫です。二の矢がありますから。王老殿で頼むぞい。ほんで、はい、ダメでした。お帰りくださいか。最後の一人、玄白子様で挑むんですが、どうなんでしょうね。まあ、ダメ元で、お願いします。貸してくだされ、お願いします。そっか、全員振られちゃったよ。ショック。あ、人材の能力、自分から仕官してくれると助かるんだけどな。仲間にしてくださいって。と、報酬は50、91。いやー、上がらない。勘弁していきましょう。残ったメンバーは全員で訓練、1ヶ月訓練ね。はい、じゃあ終わり。60だかんな、やっと50。約1年訓練してんじゃなかったっけ。1年間ずっと訓練ですよ。とんでもないですね。
まあね、これが訓練した成果で敵をやっつけれれば、なるはやでね、この孫権じゃなくて孫策を倒して優秀な武将を吸収したいんですよね。できるだけ早く、できるだけ早く。終了しました。仲間にならんのかーい。もうしょうがないということで、ちょっと今日は中途半端ですけど、うまくいかなかったんで、とりあえずここで終了します。